古典的な大西洋三角貿易スウェーデン西インド会社は西インド諸島を拠点として活動していたスウェーデンの直居会社。存在した間はスウェーデンの奴隷貿易の主な担い手だった。1786年から1805年までスウェーデン量産バルテルミー島で事業を行っていた。会社はサンバルテルミー島を経由するすべてのスウェーデンの 貿易を直挙によって独占している民間企業だった。利益の4分の3は会社に4分の1はスウェーデン政府に分配された。スウェーデン西インド会社は国務大臣のヨハン・リレクランツの提案によって1787年1月1日から15年間有効な直挙状に基づいて1786年10月31日に設立された。 株主はスウェーデンの商人たちだったが、国王グスタフ3世が10%を持つ単独筆頭株主だった。本社はストックホルムにあったが、実際の業務はサンバルテルミー島の港町グスタビアで行われた。目的は、スウェーデン本土と北米のデラウェア周辺のニュースウェーデンの残余及びカリブ海との貿易の発展であり、会社には貿易独占権が与えられていた。 規約により会社は植民地の行政府に参加したが貿易の利益に関して総督との対立が絶えなかった利益の4分の1が国王に4分の3が会社に分配された会社にはアフリカとカリブ海の間の奴隷貿易権を直居上第14条によって与えられていたこの貿易は典型的な三角貿易だった奴隷をアフリカから カリブ海に運ぶ。農産物、例えばタバコや、綿花や砂糖キビなどをヨーロッパに運ぶ。商品、例えば織物や、ビーズや、武器や蒸留酒をアフリカに運ぶ。他のアメリカで活動してたスウェーデンの直居会社としては、1638年から1655年の間に運営されていたデラウェア川流域に、ニュースウェーデンを設立したことで知られている。 新スウェーデン会社とも呼ばれる17世紀のスウェーデン南方会社とは別会社である。ありがとうございます。